レジェンドたちのプレイから、栄光の巨人軍の強さを学ぶ。巨人の宮崎キャンプ60年記念、ジャイアンツ VS ホークス OB 戦、来年2月10日、霧島サンマリンスタジアム宮崎の記者会見が22日、都内で行われ、両チームの出場予定選手が発表された。試合当日、巨人は同地で春季キャンプ中柴田勲 OB 会,会会長、73話、 高橋監督は、その日は練習を休むと言っていました。選手に見せるとと、現役選手の性感染プランを明かした。長島総監督に金出し、大志巨人ファンなら垂れ善もの,の顔ぶれが揃うも、今の現役勢は40歳未満。OB の現役時代を知らない可能性が高いかつての軽快なプレーを披露、ともいかないだろうが、柴田会長が、勝って、 さすが巨人と言われるようにというように、勝負への真剣度と勝利への執着心は不変だ。こういう人たちが今まで巨人軍を支えてくれたんだなという姿をぜひ見ていただいて、また強い巨人を作っていただきたい。伝統ある巨人軍に今の若手がしてくれる形になればと望んだ。この日の泉場選手に名前はなかったが高橋監督は途中出場の可能性があり、松井秀喜氏とは交渉中。 柴田会長は、松井はぜひ出てほしい春の若手が OB 戦で頑張ってくれるのは一番ありがたい。こうやって書いてくれれば、出なきゃいけないかなと思うかもわからないのでよろしくお願いしますと熱望した。強い巨人が見たい弱い巨人は見たくない。来期、11年ぶりの B クラスからの雪辱を期す現役勢に、先輩たちが球界の名手たるゆえんを体現する。 開き括弧浜本拓也、とじ括弧